はい、こんにちは。レトスノーノです。5月17日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。これは、京セラの創業者である稲盛和夫さんの言葉です。どれくらい過去問が理解できるようになったのか、それは、 今日までの勉強の結果なんですね。もし今日過去問が理解できていなかったとしても、これからの努力次第で理解できるようになります。もちろん独学でも理解できるようになります。ただ、相当の努力が必要になります。他の人よりも調べる努力、他の人よりも考える努力、他の人よりも勉強時間を増やす努力、そこまでの努力はできない、他の人と同じくらいの努力しかできないというのであれば、 ぜひ短期集中実用カップ講座をご活用くださいこの短期集中実用カップ講座の教材には調べなければならない内容は解説に入っていますなので調べることも少ないです考えなければならない内容も解説に入っていますだから考えることも少なくなります、まあ、上記のことから勉強時間も他の方と同じくらいで大丈夫です実際この時期から全く法律知識ゼロで始めた方も去年おととしと合格していただいております これから一から始める方であれば、毎日2時間以上。これまで勉強してきたという方は、1時間半以上が目安になります。もし今年絶対合格したいというのであれば、まだ今からでも間に合いますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは本日の3問に入ります。 A の B に対する貸金債務について債権者 B の承諾を得て A 所有の建物を持って弁済したこの建物に契約の内容に適合しない貸しがあった場合 B は A に責任を追求することができる○丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは丸ですね 大仏弁済、これ、大仏弁済契約とも言うんですけども、これは売買、売買契約のルールが使われます。つまり、大仏弁済した不動産に、契約内容に適合しない瑕疵、つまりまあ欠陥ですよね、がある場合っていうのは、弁済者 A は責任を負うことになります。 ななので正しいといととうことになりま,すまあこれはですねそれほど難しい内容ではありませんね、まあ、昔はあの貸し担保責任と、えー、呼ばれていた内容なんですけれども、まあ、法改正があって契約不適合責任って変わりましたねで、まあ、今回のポイントで言えば大仏弁済も売買のルールが使われるよだから契約不適合責任の対象になるよっていうのが、まあ、ポイントの一つなんですけれどもまあ重要なところで言えば この契約不適合責任がどういったものなのかというところですね。まあこれちょっと解説してると長くなりますので、この点については短期講座の受講者様のみお伝えさせていただきたいと思います。短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で、まあ独学の方ですよね。まあ予備校通ってる方も、まあ結局は独学でね自分で調べていかないといけないことになるんですけれども、予備校の方も通信講座の方も、まあ契約不適合責任がどういったものなのかっていうところをしっかり、えー、勉強しておきましょう。 問2です。B が借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りをして多数の B の知人または友人に対して売却する場合 B は免許を必要とするルか×かという問題ですえ答えは○です免許が必要ですえ知人または友人に対して不動産を売却するということは不特定多数の者のに反復継続して不動産を売却することと言い換えられます つまり本門の B の行為は宅地建物取引業に該当するため免許が必要だということです。まあ、これは基本問題ですね。で、問3ですねえ。地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、 行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。丸かツかという問題です。答えはこれ、誤りですね。行為を完了した日から30日以内ではありません。今回の問題は、行為が行った後に届け出することになっています。この点が誤りなんですね。届け出が必要なのは、行為に着手する日の30日前までなんですよ。 事前に届け出が必要なのであって、行為が終わった後では遅いって話なんですね。また注意していただきたいのは、届け出先が都道府県知事ではないということ、市町村長であるということですね。あと許可は不要だと、届け出でいいんだという、この2点は頭に入れておきましょう。で、地区計画については、ポイントを押さえられたら、これ得点できる部分なんですね。すごく得点源になる部分なんで、短期講座では、ポイントをまとめて解説しているので、え効率よく一気に学習できます。 で短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので勉強しても頭に入らない頭に定着しないという方は是非ご確認いただければと思います今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした